今回はグースネックステートパークに来てます。今回はグースネックステートパークに来てます。グースネック、こちらはホーシューベントみたいな感じでコロラド川を流れる川にぐねっとした岩になってるっていう感じの場所なんですけど、ホーシューベントはね、馬の足につける馬の爪のが名前の由来で、こっちはグースネック、グースのネック、グースの首っていうのが名前の由来なので、まあ、その辺もね動画でぜひ撮られればなと思います。個人的にはね、ホッシュベントよりこっちの方がおすすめなんですけど、ホッシュベントよりもね、そのグネグネが結構いっぱいあって、もっとこう広大な景色を見れるっていう感じになってます。なので、グースネック、今回動画でご紹介できればなと思ってます。それでは、行ってみましょう。グースネック到着しました。こんな感じです。こんな感じで10ベント1個分がなんか何個もある感じです。下にも降りれるんで、ちょっと下に降りてみたいと思います。安全第一で行ってみます。ここも前回モニュメントまで来たぶりなんで 2,3 年ぶりぐらいです。すごいですね。何なんだろうって感じです。行ってみます。ホーシューベントより高低差はない感じですね。高低差はないんで、この方がホーシューベントの方が高所感があるんで、恐怖感は向こうが強いかもしれませんね。あと子は公衆便所は駐車場止めてから20分30分ぐらい歩かないと景色見れないんですけど、ここはもう駐車場から直接降りて目の前にこの景色が広がってるんで、歩くの大変な人も来れるかなと思います。まあおじいちゃんおばあちゃんとかもし一緒に歩いてくるとかってなったらね、歩くのでなかなか大変だし、こういうところだったらまあ不自由なく来れるんでいいのかもしれないですね。僕はね昔お金はね取られなかった記憶があるんですけど、時間帯によってなのかもしれないですね。一応入ることはできてお金は取られなかった気がするんですけど、入場料5ドルです。車1台につき5ドルっていう感じだと思います。先端まで行けるんで、ね、先端まで行きます。最先端まで行ってみました。頑張ればね、そっちまで行けそうなんですけど、危険なんで安全第一でここまでにしようかなと思います。まあさっきも言った通り報酬イベントの方が点差があるので、なんだろう、迫力感というか恐怖感みたいなのは報酬イベントの方があるのかなと思います。ただね、このフェス行くこのパノラマ感はここでしか味わえないと思うので、まあどっちもいいところがあるのかなとは思うんですけど、個人的にはねこちらは僕は好きかなということで、いつもねモニュメントバレーとセットでここは必ず来てます。で一応モニュメントバレーから車で30分ぐらいのところに来れるので、興味がある人はねぜひグッズに来てみていただければなと思います。ここねガイドブックとか全然載ってないんですよね。観光客の方もそんなに多くないですが、結構な穴場だと思います。なんかのきっかけでたまたま知ったところだったので、でもう昔モニュメントバレー初めて来たタイミングでここに来てもめちゃくちゃ感動したっていう覚えがあります。そこからもう毎回ねモニュメントバレーとセットで来てるっていう感じです。ぜひね興味がある方はグスネック来てみていただければなと思います。それではこんな感じでアメリカの魅力だったりとかカリフォルニアの魅力をお伝えさせていただいているので、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。そしてバナナタンクのジンスさんにもぜひ遊びに来ていただければなと思います。アメリカがねたくさん詰まったお店になっていると思いますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。それでは、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお願いします。足元注意です。足元注意です。危険です。じゃあ駐車場に戻ります。これ、ね、帰りの方が大変なんですよね。行きます。